これが大怪我したらその病院とか分かんないし、どうすればいいのかなっていうのがあって、そこにはもう日本人の日本語が通じる窓口もあるので、歩行者の場合は難しいんですか。こんにちは。こんにちは。佐久間です。あったけです。実はですね、僕ホテルのドアで指挟んだんですよ。あ、だから青いんだ。じゃあそう、血まめに血まめになってる、はい、まあ指挟んだぐらいだったらまだいいんですけど、これが大怪我したらその病院とか分かんないし、どうすればいいのかなっていうのがあって、スクンビットエリア、はい、特にこのエリア限定になるけど、はい、タミティベートっていう大きな病院がございます、はい、そこにはもう日本人の日本語が通じる窓口もあるので。へえ、あるんですよ。すごあるので、お医者さんはやっぱタイの方が多いんですよ。でもその通訳の人待てますかとかも言われます。いや、通訳の人はやっぱり日本人にかかってるんで、やっぱ順番なんですよ、うんうん、で通訳が空いたタイミングで先生が空いてて、その順番でいいですかってことは言われます、もしそれでいいんだったらちゃんと自分とコミュニケーション取れた上で診察はできます、うん、あ、なるほど。安心でできます。あとバンコク病院とかも大きいところはありますんで、その2つは薬とかはもちろん出してもらえるんですか。もちろんです。どのぐらいなんですか、薬の金額って。まあでもあなたたちは旅行者ですよね、はい、旅行者の場合は正しいですか。クレジットカードの海外保険を使えば、ああ帰ってくると、はい、後で、ああ、そう、そういうことですね、帰ってくる。ああ、なるほどね。でもやっぱりタイ語をね喋れる人はもう本当にローカルの病院行かれてる人もいると思いますけど、うん、まあ、大きくて日本語が通じる安心って言われたらサミティベートかなって一発目で出てきますけど、もちろんあの浅はかな情報ですよこれ。はいはいはい。僕も怪我した時はでもサミティベート行きました。お二人が本当に倒れてしまったら、その病院に連れて行けばいいんですね。僕はタクシー乗せて。そう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 、いいわけですよね。そうですそうです、はいはい、サミティベートって言ってもらって頑張って。でも僕町医者に行ったことあるんですよ。お、タイ、タイ、はいはい、バイクでこけたことあるんです自分で、はいはいはい、え、あのコアヒンっていう町あるじゃないですか、うん、あそこを24歳ぐらいの時に行ったことあって、あの時に調子に乗ってバイク借りて走ってたらズジャーってこけたんですよ、砂利の、ああところで、もう結構大げやですよ、ズル向けで。あのハーパンとかだったんで、うん、とりあえず病院に行きたいと思ったんですけど、わかんないんで、すぐそこにある民家にトントントンってやって、病院どこですかって言って、病院まで案内してもらったんですけど、町医者に行ったんですよ。そしたら、タダだったんですよ。ええ、でもその代わり、おけつを触られました。嘘でしょ。ちょっとおじさまのお医者さんで、オッケーオッケーっていう代わりにおけつ触られました。そこの病院に行けばただで治療されるってことですね。男性であれば、男性であればただなんか魅力的な可能性はお尻があります。なるほどなるほど、これはいい情報。僕はね、本当にね、楽天カードの年間無料でも海外保険ついてたりするんで。今はついてます。なのでそういうの実は皆さんお得なんですよって、うん、使った分は楽天で使ってもよし、うん、ANA さんのマイルに変えてもよし。で問題は自分の体を一番にね、お金ではなく、多分バンコク病院っていうのも日本語の窓口があるような気がします。なんでサミティベート病院とバンコク病院、このスクンビットエリアであれば、もしバンコクに遊びに来られる方はその病院2つ、まあ、調べておいてもらえれば、うん、もし何かあった際は、うん、病院はあるぞと、で私のカードは海外保険付きだと、うん、とかで来られたらもう不安材料が減ってくるんで、はい、そういうので、タイに遊びに来てください。で暑い国なんで畑じゃないですけど、やっぱりちょっと露出が男性もハーパンとか、ね、なるんで、コロナだけでもやっぱりね、はい、怪我しますし、うん、気をつけてくださいってところあります、はい、ということで以上になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、いいねとですね、コメントの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私佐久間はですね、 Facebook、Instagram、LINE アットの方をやっております。詳細は説明欄の方に、ございますので、ぜひとも、全部登録お願いいたします。